おはようございます、えー、今日は5月9日金曜日ですね僕が気になった AI ニュースをピックアップして共有していきます今日のニュースは5つありますで、また最後にコメントを紹介させていただきますので最後までお付き合いよろしくお願いいたしますはい。まず1つ目1つ目は Google の話なんですけど GEM っていうあのチャット GPT みたいな特定のまタスクとかこうプロンプトを、ね、仕込めるものがあるんですけどあれが 共有オプションの開発にす取り組んでますよっていうやつですね。あのチャット g p t の GPT 図はあのリンクを共有して同じ GPT 図を、まあ、使い回したりとか、まあ、公表したりとかできるんですけどその機能を、まあ、GEM に搭載する予定っぽいですね。はい、だこれ、まあ、個人的には結構ねいいなと思ってるんですよ。 まあそれこそあの研修させてもらったりとか、あとはあのまあ僕がこういうの作りましたっていうのを実際に使ってもらって使い心地を修正するとか、あとは接骨院さんとかだとね、こういうタスクを任せたいんだけどっていうのを依頼されて、で、僕で作ってそれをリンクを共有して使ってもらって、で、またフィードバックもらって修正するとかっていうことをね、ちょこちょこやるんですよ。 で、それがジェミニでできるっていうのは結構ね、ありがたいなと思ってます。はい。まあ仲間内でね、共有するとか、まあ社内で共有するとかっていうのも今後出てくるでしょうね。うん。これはまあ遅かれ早かれとは思ってましたけど、ついに来そうですね。はい。なかなか面白いアップデートだと思います。はい。で、二つ目。これやばいっすね。 これやばいっすよ <laughs>。あの、ノートブック LM がビデオ概要機能の開発に取り組んでますと。これやばくないっすかあの音声生成の後にビデオ、動画で来るっていう。これ結構やばいんじゃないかなと思いますけど。だってあの、音声概要日本語のクオリティやばいじゃないですか。まあ、もしかしたら最初は英語版になって、 で、またちょっと時間が空いて日本語版が来るみたいな流れじゃないかなとは思うんですけど、ただ動画が作れるようになるってちょっとやばいっすね。本当かよって思うんですけど、ただ、あの、ノートブック LM の公式の方でもなんかね、言ってるんですよ。オーディオ概要をね、公開してちょうど1年になりますと。で、今度なんかその、イベントがあるんですよね。Google I.O. っていうのが。 で、それまであと2週間を切りましたと。で、今年のイベントではさらにエキサイティングな企画を用意していますっていうのをノートブック LM の公式アカウントで言ってるんですよ。来そうっすね。来そうですよね。2週間後か。だいまあ、月末っすね。5月の末。いや、これはやばいんじゃないですかね。これはめちゃくちゃ楽しみ。めちゃくちゃ楽しみっす。はい。 で、あとはノートブック LM の,のここですよね、エディターのおすすめとか、あとはそのなんかね、非表示にするみたいな機能もつけるんじゃないかとかっていうのは言われてますね。だから個人的にはここフォルダ分けさせてほしいんですよね。溜まっていくじゃないですか。で、それを自分でカテゴライズして、例えば医療論文とか、 AI 系とかっていうカテゴライズさせてくれたらね嬉しいなと思うんですけどそれではないのかなっていう感じですはいまあとりあえずビデオ生成はやばいですよねやばいこれはマジ楽しみっすね結構今日のニュースのハイライトではあ,りあるんですけどただまだまだ面白いのが続きますはいで3つ目3つ目も 結構ね暑いんですけど、まあ、予想通りっちゃ予想通りですよね。あの告知をされてたので、はいジェンスパークが AI シートをリリースしました。でジェンスパークのスーパーエージェントを使ってあのスプレッドシートを作成するっていうやつなんですよ。でもうこれね使えます。もう使えます。昨日もう僕ね夜使ったんですけど、まあ、ここに AI シートっていう新しい機能が追加されてて、でここにもあります。この あのなんか四角いやつ押すと AI シートの力を解き放つって言ってでここにクエリを入れたりとかこういう分析をしてほしいとかリサーチをしてほしいっていうと自動でここにスプレッドシートの表示が出てであのこうどん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 入力が自動でされていくっていうやつですねこれはまたあの別撮りで動画を撮ろうと思ってるんですけど昨日一回だけ触ったんですよただからねあの こんな感じです。こんな感じ <laughs>。はい。こんな感じで、あの、自動でスプレッドシートが作られます。自動で、本当にポン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 って入っていく。で、最後に、この情報を分析をして、で、あの、HTML のページを作ってくれるんですよ。こんな感じで。で、このクオリティに関しては、 と残念感が正直あるかなと思ってます。はいまあ、今みたいにやっぱこの図がねはみ出しちゃうみたいなちょっとしたズレはあるんで、まあ、これに関してはそのこの HTML のコードをコピーして、まあ、自分でサイズを、ね、調整するとかこの色を変えるとかは、まあ後でできなくはないですけどね、はい、ちょっとね残念かなっていう感覚でいます。 あの正直言うと昨日僕が動画で上げさせてもらったあのフェロー新しい AI ブラウザの方がまとまりがいいんですよね <laughs> はい同じ全く同じクエリでさせてこっちの方がまとまりが良かったんでまあこれと比べちゃったからっていうのはあるんですよね昨日こいつを僕が触ったからこっちのインパクトが薄れたっていうのはあの正直 あるにはあるんですけど、ただ、スプレッドシートそのものは、あの、すごく魅力的だなと思ってます。はい。っていう機能になっているので、またこれは、あの、しっかりとね、あの、別撮りで情報を残そうと思ってます。はい。で、えっ、ー、と、4つ目は、えっ、ー、と、ChatGPT のアドバンスボイスモードですね。で、あれの字幕機能が、 Android でも使えるようにななりましたっってなっててこれね、僕まだ来てないんですよ。昨日このポストを見つけてから何回か試したんですけど、今のところまだ僕のスマホというかアカウントにはこの字幕機能が来てないので、アメリカとかそっちの方から実装されて、あとで日本にも来るんじゃないかなと思ってます。で、字幕が使えるようになったっていう日本の方のポストをまだ見かけてないので、 まあおそらくまだ来てないんじゃないかなとはい思います。だからこれはこれで面白そうだなと思うしこれをこれの中リーク情報が出た時にこれ何使うんだろうって僕多分ニュースで紹介してなんかポロッと言ったと思うんですけど結構ね皆さんからコメントをいただいてあの英語学習で良くないですかみたいなそのね英語で喋ってくれてるのを下で日本あの字幕が出るとかっていうのが まあ確かになって思ったので、はい。ちょっとね、これは使ってみたいですね。うん。アドバンスボイスモードをよく使う側の人間としては、あの、楽しみな機能ですし、あとは、そうやってね、アイディアをいただいたので、そっちで活用していくっていうのは、今後真剣に考えたいなと思ってます。はい。で、5つ目。5つ目もね、ディープリサーチが、えっ、ー、と、アップデートしたらしくて、で、GitHub。 GitHub のリポジトリと接続した状態でディープリサーチができるっぽいですね。これの仕様がね、ちょっとよくわからないんですけど、それこそあの僕、GitHub アカウントは持ってるんですけど、中身全然作ってないですし、じゃあ他からね、引っ張ってとかっていうあの発想とかその、GitHub そのものを使いこなすっていうことはできてないので、ちょっとここにはね、ピンときてないんですけど、 ただ今後もなんかこういう感じであのディープリサーチをアップデートしていくっていうのはありそうな話ですよね。うん。まあこうやってちょっとずつでもその一つ一つの機能をアップデートしてくれるのは嬉しいなと思ってます。はい。で、まあちょっとね、予断的になんですけど、えー、っと、昨日の夜っすね、僕が自分でポストを上げたんですけど、これ、ジェミニのディープリサーチなんですけど、 ディープリサーチの機能がさらに向上しましたっていうポップが、ポップアップが出たんですよ。使おうとしたら。なんで、もしかしたらジェミニの方も、ちょっとバージョンアップしてるのかもしれないです。今のところね、実感値はないです。<laughs> はい。実感値なくって、ディスコードのメンバーにもこれ共有したんですけど、実感値ないなって言ってる方もいたので、うん。だから実際にこれが、 実装されたのか、何に対してなのかちょっとね、わかんないです。はい。ただ、やっぱり、こういうことはちょくちょく起きていくだろうなと思うので、まあ、なるべくそれをね、敏感に拾えるように準備はしておきたいなと思ってます。はい。という感じの5つのニュースになります。いや、このノートブック LM のビデオ概要はやばいっすね。すっげえ楽しみっすね。めちゃくちゃ楽しみ。で、 ジェンスパークのこの AI シートに関してもあの最後までその最終的に HTML にしなくてもスプレッドシートそのもので十分活用の幅が広がると思うんでこれはこれでねすごくいいことだと僕は思ってますはいでファイルを入れてそれをねさらに分析させて整理させてとかっていうのも多分自動でやってくれると思うんですよだからそういうのもねちょっと試したいなと思いますはい ということで、ここからはコメントを紹介させていただくんですけど、えっと、僕の、あの、週末にあげてるラジオ配信のコメントについてなんですけど、はじめまして、AI 生態師さんを見た患者様から紹介していただき、この動画にたどり着きました <laughs>。すごく面白いです。これからも楽しみにしています。っていうコメントをいただきました。ありがとうございます。おそらく、生態師さんとか、まあ、そう、そういうね、なんかセラピストの方だと思うんですよね。患者様からっていう表現を、 してるのでおそらくそういう業種だと思うんですけどまさか患者さんから、ね、伝わって、まあ、同じような業種の方とつながれるとは思ってなかったっすね <laughs> はいなんかじ地味というかじわっとこういうことが起きるんだなっていうのがちょっと実感できてすごくう、まあ、嬉しいし面白いなと思ってます、はい、で僕たち整体師ってあの患者さんから勧められたものってとりあえず手を出すっていう習性があるんですよ まあもちろんそのコミュニケーションのきっかけにもなるし、あとは、まあその患者さんとのね、信頼関係もありますけど、あの、自分の好みに合わせてやっぱりいろんなことをね、提案してくれるわけじゃないですか。一時期僕アニメにハマってたんですけど、アニメ好きの患者さんから、このアニメめっちゃ面白いのに何,何で見てないんですかみたいな熱量で喋られて、で、あ,あそそんなに言うならって言ってアニメ見たらめっちゃ面白くって、そっから、あの、 D アニメに契約するみたいな、そういうことが起きたりはしたので <laughs>、はい。患者さんからのね、おすすめは、あの、相当僕たちには響く要素になってます <laughs>。はい。ありがとうございます。いや、こうやってね、同業の方とか、いろんな近い方とつながれて、で、AI 面白いねって実感してもらえるのは嬉しいですね。はい。これからもよろしくお願いします。はい。という感じの、えっ、ー、と、5つのニュースとコメントを紹介させてもらいました。 であと、今日が金曜日なんで、明日ですね、明日の土曜日、えー、と夜の、えー、20時から、夜の8時からライブ配信をしますので、ぜひ参加していただけると嬉しいです。はは。い、では